ありえねえだろこんなのってなるわけですよ、はい、でも大工さんとかいや俺たちはこんなサイディングなんか扱わねえから知らねえよってなる。なるほど。はい、こんにちは。こんにちは。屋根工事、大工工事専門の山田君です。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今日の動画なんですけれども、はい、Q&A のコーナーになってます。はい、よろしくお願いします。毎度おなじみでございます。はい、毎度おなじみでございます。はい、はい、ということでじゃあ Q&A でございます。はい、今日の質問お願いします。はい、今日届いていた質問はこのようなものになっていました。はい、質問なんですが、自分の家も手に入る16ミリの縦張りで貼ってしまいました。すごく汚く、うん、角の立ちを見ると5ミリ倒れている。5ミリも、はい、おしかしそのまま貼っているので、はい、下場が湾曲したり、はい、段差がついていたりして最悪の仕上がりです。なるほどね、これは厳しいです ね、 ですね、はいはいはい、そして工務店に言っても、許容範囲だと言われています。なるほど、どうしたらいいんでしょうか。あ、そしてあと、はい、縦張りの場合は、はい、道具が横になっているので通気はどうされていますか、はい、というお悩みとですね、ね、質問を兼ねた極めようとなっています。なるほど、どうですかね、山田さん、これ、これ結構やっぱり縦張りのサイリングの時に結構起こりがちといえば起こりがちな問題になってますけど、はい、ちょっと分かりやすくするために今回の質問をちょっと書き出してみましょう。そうです、はい、はい、お願いします、はいはい、というわけでですね、はい、こんなところでしょうか。ちょっとですね、ペンがですね、もうインクがキレキレということで。はい、大丈夫です。はい、よくすいません、なんとか見ていただければと思いますけれども、はい、まず今回のちょっと問題なんですけれども、3つですよね、大きくまとめると。はい、1つ目は、まあ、縦方向5ミリ、かしがっていると、倒れていると。で、2つ目が、下場が、外壁のサイリングの下場ですね。はい、本来であれば、ピシッといってるところが、こう、ま、段差がついてたり、はい、湾曲しているところがあると。そうですね。ね。で、三つ目なんですけど、これは、縦張りの時っていうのは、木下地ですね、はい。っていうのは横に流れます。はい。はい、それが、縦張りの時横に通気層、動物が流れるので、空気はこう下から上がってきますよね。はい。これいつも言ってる通り、土台水切りとサイディングの間から、これ空気って入るんですけど、それ横動物だと空気止まっちゃうじゃねえか。そうです。この縦張りの動機はどうしてますかっていう質問ですね、今日ね。はい。ありがとうございます。はい、そうですよね。まずじゃあ、この一つ目の、この5ミリ倒れてるっていうことなんですけど、はい、これちょっと簡単に、理屈を解説させてもらうと、これ、わかりますかね、はい。これ土台。これ土台っていうのはもう家のもう基礎の部分ですね。下にある部分です。まあ基礎はこれなんですけど、まあ土台。そして柱がありますよね。はい、で当然、この土台と柱っていうのは水平、もう横方向、縦方向、直角、はい、水平が出てます。なんですけど、ここにね、土台水切りっていうね、水切りを回しますよね。そうするとね、どうなるかと。これ、この板金の厚みって、これ、コンマ35とか、コンマ4ミリ、まあ、1ミリに満たない、板金材なんですけれども、ただね、これをここにどうしても巻いちゃうと、こっから今度、木下地ですね。まあ、当然、防水シートもここ書きませんでしたけど、はい、防水シート貼って、木下地を流せきて、ではサイディングになるわけですけれども、これね、この下の板金の厚み分、若干どうしても、やっぱりこう縦方向こう、こうちょっとこう、焦がるっていうね、焦がるっていうふうにちょっとこれ言うんですけど、こう斜めになっちゃうんですよ、どうしても。なので、質問者さんの場合はこれ5ミリ倒れてるってことなんですけど、5ミリは正直倒れすぎですね。なので、これは下地の段階でもしかしたら、何らかのこう不具合でこう倒れてるのかもしれないっていうまあ理屈なんですけどね。はい。それをじゃあどうすればいいかと。だからまあ5ミリは正直ありすぎなんだけれども、この多少は斜めになってしまうんですよ。その時にですね、これちょっと垂直だと思ってください。デスミ。これデスミ材だと思ってくださいね。角のね、焼くもんですよね。これをつけた段階で、さっきも言いましたけど、これってちょっと曲がってるわけですよ。はい。下の方がちょっとこっちに曲がってますよ。でその時に、ここにハット状に入れるわけじゃないですか。そうですね。はい。で、本来は水平の炭ありますよね。まあ、レーザーとかね。水平器なんていうもので、はい、水平を出すんですけれども、
ここ水平が出た時にしっかりこのここまでのサイディングの実際の実寸長さですねっていうのをしっかり測って、でサイディング自体に斜めにつけてあげなきゃいけない。結局このサイディングをまっすぐのまま貼っちゃうと当然多少は斜めになってるので、結局質問者さんが言うみたいな感じで5ミリ倒れちゃったりとか何ミリ倒れちゃったりするんですね。はいはい、でそれはだからなので改善する方法としてはもうあのサイディングを斜めに切って貼っていくっていうことですね。はい、なので今の現状をはもう正直直すとなるとやっぱ貼り直ししかありません。そうです ね, ね、はい、でただねこの5ミリっていうところがものすごい工務店さんは許容範囲ですよとおっしゃってるってことは、まあね、正直僕もねこの5ミリっていうのはね結構ちょうどそのギリギリのところだと思います。まあ、サッカーで言うと、もうオフサイドの旗を上げる人もいますよね。オレ。オレじゃなくて、オレじゃなくて、オフサイド。そのギリギリの境界線みたいなところなんです。はい。うわー、これね、みたいな。はい、うわー、これかー、みたいな。見る人が見たら、はい、旗上げちゃいます。VAR 判定ですね。ノーゴールみたいな。はい、だけど見る人が見たらこれはねしょうがないでしょうっていうジャッジのちょうど境目なんですね。そうなんですね。これなんで5ミリが境目っていうかというとですね、このハットジョイナーの幅って皆さんこれ大体知ってる人は知ってると思うんですけど10ミリなんですね。はい、でコーキングの基本的な幅が10ミリ、そこからプラス5ミリなんですね。うん、固がってるっていうことは、うんうん、そうです。そうすると全部で15ミリじゃないですか。そうですね。でね、これね、コーキング、これもなんで本当にその審判じゃないけど、その人人のジャッジングによって、確定したこの、これはダメっていうのないんですよ。はい。正直。なので、ただ、多くの人がこれ20ミリまで隙間が空いてくると、これダメでしょ。それ20ミリまで空いてるのを、これ許容範囲でしょって言ってるところは、もう問題になりますよ、はっきり言って。はい。ただね、これ15ミリ、これギリギリかな。僕も正直ギリギリかなと。うん、ちゃんとしっかり、ただそこでしっかりコーキングさえしっかり充填してあれば、15ミリの幅でもしっかりコーキングっていうのは持ちますから、そこは心配しなくてもいいんですけど、ここ2番につながってくるんですけど、はい、これじゃあなんでこの2番がこの下場が曲がっているとか、段差があるっていうことが起きてるかっていうと、これも今のこの話でなんとなくわかりましたよね。はい。っていうのは、水平が出てませんよね。そうですね。出てないから、5ミリ倒れたりしてるわけですよね。なのでここでしっかり水平を取って貼っていかないと、この段差があるとか、ね、この曲がってるっていうのは、まずこの段差があるっていうのはおそらく、まあ、極端に言ったらこの水平、この土台水切りっていうのは水平についてるわけです。はい、でこの水平についているものに対して、まあ極端に書きますけど、サイディングが例えばこういう状態で貼ってあります。斜めに、ね、斜めに。そうすると当然次のサイディングを貼った時ってもうどんどんぶつかっちゃいますよね。そうですね、極端に言ったら、はい、こうなっちゃうわけですよ ね, そうですね。次の外壁を貼るとき、はい、その時におそらくこれじゃいかんということで、はい、まずこの段差があるっていうことは、このここの外壁を正直この辺に貼ってるってことなんですね。言ってる意味わかりますかね。はい、ね、微調整という意味で高さを変えてるんですね。そうそう、これは今回ちょっと極端に書きましたけれども、はい、まあ理屈はこんな感じですね。そうですね、はいはい、こっちはあのここに合わせるとこっちはすくんだけど、こっちがもう水気にドンしちゃう。そうですね、はい、だからこう段差になっちゃってるというと、その原因はこれ水平が出てないからということです。はい、でこの曲がってるっていうのはおそらく職人さんたちはこう貼っていくわけじゃないですか。はい、そうするとこれどん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 こうなってきますよね。はい、じゃあもうこれ貼った後にこれ切ろうと。なるほど。丸の方で。なるほど。で、そうするときにどうしてもフリーハンドで切ることになるので、この湾曲してる曲がってるっていうのはおそらくこれ切ってるからこうなってる、こう曲がっていってるんではないかなと思うんですね。そうですね。悪循環ですね。はい、悪循環です。なので、この1番、2番に関してはですね、もう水平でございますね。水平。まあこれレベルともね、私たちレベルをしっかり出せと。
というふうに言うんですけど、この水平図に、はい、まあ、横も縦もすごい大事なんですけど、おそらくこれが出てないんじゃないかな。はい、なんで、あとこの下歯が曲がってて、この段差があるっていうのも、まあ、僕の観点からすると2、3ミリまでです、許容範囲。段差があると言っても。でもね、3ミリって言うとかなり、見栄えが良くありません。目立っちゃいます。目立っちゃいます。1、2ミリでも、正直ね、うわーっていう。まあ、だけど、1、2ミリこれしょうがないかなと。気をつけて貼れようっていうレベルなんですよ。だからもう3ミリ、4ミリとかになってくると、はい、僕は正直貼り替えます。許容範囲とは言えない。ただこの曲がってるっていうのは、これも難しいですよね。これもさっきの、オフサイドじゃないけれども、はい、まあまあまあいいかなっていう人もいると思いますし、ね、これダメだろうと、これ張り替えだろうという、ね、人もいると思います。質問者さんのその外壁がどれぐらい曲がってるかの程度も、ね。そう、程度はね、程度問題。見えるところ、目立つところっていうのもありますね。そう、いや、おっしゃる通り。なので、このさっきもちょっと1番に戻りますけどね、この5ミリ倒れてる。で、このさっきの理屈を話しましたけど、だから基本的にはもうこのデスミをつけた段階で、数ミリは縦張りの場合って大体こう、まあ、かしがってるっていうとちょっと語弊がありますけど、はい、やっぱり斜めになってるんです。構造上避けられない、ね。もう避けられない。はい、まあ、この土台部分だったりとかですね、あと、ゲアとかね、あるときがあるんですけど、そういうところの屋根材が立ち上がってるんですよ、大体。はいはい、そうするとどうしても上の方にはそういう板金がないので、ちょっとこれ写真あれば写真出しますけど、ね、そうどうしてもね、構造上ね、そうなっていくんですよ、どのお宅も。なのでね、その時にやっぱりサイディング屋さん、まあ職人さんの方でできることっていうのは、やっぱりこの水平をしっかり出して、斜めになるんでものに対してはしっかり斜めにね、まっすぐ切ってあげると、それで貼っていけばこういうことは起きませんのでね。はい。はい、まあ、これが1番、2番なんですよ。なんでね、ちょっと質問者さんにはね、これ、なんて言うんだろうね、はっきりとしたこの回答っていうのは言えないんですけど、まあ、こればっかりはね、やっぱり立てた、やっぱり元請けさんのところの保証とか、その、よし悪しっていうところの判断がかなりキーになってくると思うんでね。どうしてもこれ気になるであれば、もう一度ね、なんとかね、その元請けさんの方にお願いしてみるとかね、してもらいたいかなと思いますね。はい。僕だったらおそらくこれね、いいこと言うわけじゃないけど、こっちとこっちにこれ両方かってなると、はぁっとこれ胸が痛くなる。張り替えるかな。まあ、程度によってはちょっとこれ全額は無理だけれども、例えば半分弊社の方で負担するのでとか、もうその程度問題です。だから、はい、もうそれさ、ね、何回も言うけども、旗あげるかあげないかみたいなね、物言いがつきますよね。はい、なのでこれサイディング職人さんにはね、僕も偉そうに言うわけじゃないですけどね、ここしっかりね、水平を見てね、はい、こういったね、ことがならないようにね、我々も注意してやっていきたいと思いますね。はい、で、これ3番、通気層の問題なんですけれども、はい、これ通気層、これ本当に質問者さんが言う通り、これ疑問になる方がたくさんいらっしゃると思います。先ほども言いましたけど、空気っていうのはこの下から入って、で、この木道縁、これまあちょっと絵的にあれですけど、要するにこれがね、縦張りの場合だと、あれですよね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、まあ、こういうふうになってるってことですよね。そうですね、横に。横にね、こう流れてるんで、はい、そうするとこれ横にずっと流れてるんで、空気止まっちゃうじゃねえかというふうになるわけですよ。で、この時のためにですね、道縁がですね、これ写真でもあればあれなんですけど、まあ普通の道縁ってこれ、まあ当たり前ですけど、まっすぐじゃないですか。これがね、通気道縁っていうものがあるんですよね。はい、これどういうものかっていうと、この、尺ってあるんですよ。要するに。ここはないんですね。はい、こういうふうな。えぐられてる。えぐられてるんですね。はい、うん。えぐられてるもんで、このえぐられてる方をこっち躯体側に向けるんですけど、はい、そうするとここから空気が上まで上がっていきますよ。素晴らしい、これは素晴らしい道縁、通り道が空気、空気があるんですね。これ道縁抜き材も両方あるんですけど、ありますね、はい、これを使ってあると一見空気止まってるように見えますけど、しっかり通気層が確保されます。まずこれが一つの解決方法です、はい、でもう一点っていうのは、
大体これ動物地って4メーターそうですね、ですかね、はい、の品物があるで大体つけていくんですけど、当然取り付けする人に関してはもう1枚ね長いのでバンバンとぶつけていった方が早いんですけど、それをまあ柱間ですね、まあ、まあ簡単に言ったらもう2メーター以下の長さに動物を切ってあげて、ちょっとこう下の方でも見えづらいかもしれないですけど、こういうふうにね、このはこれ柱だとしたら、ここをちゃんと通気層をねずっと取ってあげるんです。あ、うん、ちょっとじゃあ隙間を開けて、隙間を開けて動物を施工するということで、そうそうそう、ちょっと写真でねこれもちょっと出しますけど、はい、こんな感じでね、うん、まあ、通気層をしっかり確保していく、はい、いう感じになってますので、外壁が横張りの時も縦張りの時もそうなんですけど、この通気層っていうところに関しては、まあ、心配ないかなと思いますね、はいはい。それはじゃあ使う材料を通気動物使っているか、そうです、あるいはちゃんと隙間を空けて施工されているかということがクリアされてれば、うん、ということです、ね、はい、そういうことになりますね、はいはい。これただね、これちょっとエリアによってなんですけど、これ僕個人的にいつも思っていることがあるんですけど、我々ね、これ新潟県内っていうのはね、おそらく、まあ、全部じゃないかもしれないですけど、ほとんどね、大工さんが、木動物っていうのをつけてくれる現場がほとんどなんですね。はい、まあ、新潟県ほとんどまあそうだと思うんですけど、他のエリアの方って、大体サイディング屋さんが木下地やるんですね。はい、皆さんどうですかね、これね。そのサイディング屋さんがやる場合ってもうこういう知識あるんですよ。うん、まあ、知識というかあれなんですけど、これサイディングを貼る場合はこういうふうに貼ってくださいよっていうふうになってるんですね。で、これをね、まだ、ね、正直ね、周知されてないと。これはね、誰に僕が言いたいかっていうと、これメーカーさんなんですね。これサイディングメーカーさんが結局サイディングの保証だったりとかを打ち出してるわけですよ。なので、いろんなまあ面積事項があるんですよ。こういうやり方で やってくださいと。はい、ちゃんと用業系サイディングの施工紙が貼ってくださいとか、じゃないとサイディングの保証を出しませんよっていうふうになってるわけです、はい、そうなってると、正直新潟のエリアなんかでいうと大工さんとかはもう仕事はめちゃくちゃプロなわけですよ。建築士持ってらっしゃる方もいますしね、技術たくさん高い方いらっしゃるんですけど、それメーカーがしっかり周知させないもんだから知らないんです ね、 大工さん自体が、はい、この用業、これね、僕からメーカーさんに対してもね、ちょっとこれ Q&A さんに僕のクレームの場所みたいになっちゃいましたけど、これメーカーさんにすごく言いたい。物申しますか、うん、これサイディング業者が知らなかったら、これアホかと。はい。まあ免許も、NYG ってあるんですよ、その団体の免許みたいなのが。ね、それ持ってるにもかかわらず、こんな知識もないようだったらアホかと。ありえねえだろ、こんなのってなるわけですよ。はい、でも、大工さんとか、いや、俺たちはそんなサイディングなんて扱わねえから、知らねえよってなる。なるほど。うん。そりゃそうですよね、と。そりゃ誰も言われなかったって、そんな大工さんですよ、わかりませんから。そうですよね。これじゃあ誰が教える役目、資格があるかって言ったら、これメーカーだろっていうの。メーカーさん。ね。メーカーさん。なのでね、メーカーさん、それはね、しっかりとね、工事店さんに、周知させてほしいですよね。はい。まあ、元請けさんもそうですし、うん。結局、それ材料出荷してるわけだから、元請けさんのね、顧客名簿だってあるはずだからね、しっかりその辺で周知してやってもらわないと、我々がね、結局最終的に責任こういうふうに形で問われるわけですからね。そうですね。切ないものがあるという、はい。はい。わけで、私のクレームでございます。ありがとうございます。貴重なご意見。はい、はい。失礼しました。はい、ということでね、ここに戻りますけど、通気層の方は、まあ、そういうふうに取っていけば問題ありませんというふうになっております。はい。ご安心ください。はい。はい、というわけでですね、はい、今日の動画、Q&A、すごい、濃い質問でしたけれども、まあ、簡単にまとめると、まあ、倒れてる、下場が曲がってる、まあ、こういうものに関しては、水平レベルをしっかり見てくださいね、ということが言って、で、通気層は、まあ、通気動物を使ったりだとか、まあ、柱間でね、しっかり通気層を確保して動物を施工していくっていうことをすれば通気層もしっかり取れますよというお話になっています。はい、はい、ありがとうございます。というわけでですね、ヤマタク TV の方にですね、コメントですねとか、いろんな質問リクエストありましたらですね、 YouTube のコメント欄にぜひ書き込んでお願いします。お願いします。それでは高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。